無駄よ、行きます、行きます。いや、行きます、行きます、行きます。じゃあ、降ろしてください。いや、名前も変えたいし。あ、そう。大事な鳥が事故で死んじゃうかもしれない。嫌だよ。あ、行けるんだ、これで。これ、運転席守るよ。運転席守るよ。ダッサ。もう全部、全部囲めないから。全部囲めないから、運転手だけ守ろうぜ、って。こんなダサい言い方初めて見た俺。はい、どうも、これでチキンの岩下です、アーク、ハードコア、空白の2週間、動画最後のね、襲撃編ということでね、最後まで見ていただきね、ありがとうございます。で、まあここら辺で気づいたんだけど、5スターの拠点に行っても5スターって書いてなくてユニティになってたんですよね。そう、5スターはビビりすぎてユニティと合併したんだよね。いや、まあ、そこまでと思った。そこまでビビると思う。まあまあまあ襲いに行くんですけども、まあ襲いに行くっつってもね、嫌がらせ程度なんだけど、行くのが一番きつかったね。その拠点まで、そうだからめちゃくちゃ隠れて端っこの方にいたから、そっから敵の拠点に行くのが一番きつかったから、うん。いるか、鎧。みんなヒアを持ってけ、必ず。俺らのメイン武器。途中で弓は使わないと、もうクロスボウの量が全然足りないんで。あれあるけん全然入っ。イカダ軍団はただイカダ乗ってる人たち。イカダ乗ってヒア持って上向いとく。上向いとくんすよ。死に役？いや死に役じゃない、そんな言い方やめてくださいよ、ミスさん。まあ死ぬのは避けた方が。あ、ムチちょっと一応余ってたちょうだい。あ、ミゾレと人がイカダ部隊、イカダ部隊第1行前進。あ、ニコラスはどこで行く？してあげたらいいんじゃない。今にぶつかってる。俺もイカダ待機してるよ。あ、イカダ俺も行く。どっちのイカダ？長い方のイカダ。わかるわかる、みんなイカダ、あれ右回りで行きなよ、右回り。土台コールも行く。土台にこの方ベッドつけてもらったら。そうです。で、チャット欄、何もできない人はチャット欄で悪口書こうと。そう、今チャットでは勝ってるから俺。そう。弱いなぁ。これで行こう、みんな。150えぐいな。やえ、落ちた。なんで寒いね。落ちた。捕まれたんじゃない。あ、終わった。ワニに食われたんじゃん。ちょっと待って、イカダ乗りたい。イカダ乗れない。乗れない。なんで乗れないの、イカダこれ。どっから乗るの？操縦のところ。操縦席で。ああ乗れた乗れた。よかったよかった。よかった。戦争前にワニに食い殺されてるなんて。俺ピッケルとか持ってねえぞ。誰か持ってる？みんなないよね、もう素手で。ジリーンすぎる、ジリーンすぎる。剣もないの。剣なんか作ってる暇なかった。やばい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 、無理無理無理、これマジで死ぬぞ。緑になったこれ。社長、足引っ張るのだけはちょっとやめてくださいね、社長。やめますよ。敵は寒さやったわ。これまず全員たどり着けるかが問題。小林。まず射程やれー。射程。俺の解放者じゃー。絶対一匹は持ってってくださいよ、解放者で。よしよしよし。でここで西さんとニコラスさんは配信してたの、自分のチャンネルでね。僕は配信しなかったんだけど、配信してたらやっぱそっちに行くんだよね、敵がね。で日産とかニコラスさんがやられてる間に、俺と社長とワオンで敵の拠点の門を C4 でぶち壊して、恐竜が中立になってるから出さして、まあ恐竜を殺そうってことになったんですよ。ライトニングのブレスで殺したら回収されます。あ、全部なくなるの？ライトニング自体が回収します、ね、あ、勝手に回収するのか。そう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 。ちょっと待って、
かってるの分かってる。もうちょい奥。うん。で、こう、あの、アルゲンに当たってる。そう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 。キラの4体でサドルついてるやつみたいです。サドルついてないやつできるだけ狙いたいけど、まあまあ。当たってるけど反応しなくない？これ銃で、銃でいい？銃でもいい。どっちもいいですよ。当てた。あ、ね、あ中立になりました。オッケーオッケーオッケー。で、あの門を。ワイバンウェイ、ワイバンウェイ、ワイバンウェイ、ワイバンウェイ。壊れたらいけるんですよ。C4 持ってるよね。いや、近く。奥側の、あの、食タレ壊せれば、門は壊せますよ。奥側の食タレ。バイバイ行ってるそっち。どっち？骨。あ、見えた。ワイバン無視するよ俺ら。もう無視よ。今無視なくなったらきつい。さっきの小屋。あ、見えました。のとこ。うん。死んだ。ライフルで撃つんで。オッケー。真正面撃とう。置こう。ん前の5スターの拠点でしょ？そう。オッケー。滝ん中？じゃあ、いや、違います。オッケー。どこ？どこら辺に置けばいい？もう真正面？真正面でいいですよ。そこら辺ちょっと近づいたらタレット撃たれるんで。近づいたら置けないよ。じゃあ、ここでいいよね。ここら辺で。ファイヤー来てます、ファイヤすぐ帰りますね、あいつ。すごいね。めまい？なんか、めまいするトラップとか置ける？このゲーム。睡眠ガスですね。あ、これ入り口にあった？睡眠ガス。なかったです。あれ？ここじゃねえのか。サバイバーまたはテイム済み生物のみでいいよね。置いた。あの、こうにした範囲。あれですよ、馬が逃げてた方ですよ。前テイムするときに。やった。無知で落としたんで。うんうん。ワイバン今空中で止まってます。あ、見えた。撃てるならもう。やりく？ワイバン撃って、ワイバン撃って。ニコラさん撃った方がいい。俺、火やったかも撃った方がいいです。撃てない。捕まる。ワイバンがいいですか？人がいいですか？ワイバン。ワイバンがワイバン。ワイバンフリーやね。行こう、イカダ組、ゴー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 、イカダ組行こう。俺、アルゲンでやるから。やる。前の拠点っすよね。前の拠点とこっすよね。そっから、ファイブスターの方に行った方。ブーもこっち来て。来てる。イカダ止まって、イカダ止まって、一回止まって、移動する。俺も乗る。裏側から、頭側から攻撃して。乗った、ゴー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 。あ、なんか人減ってる気するな。あれさっき5人ぐらいサメとかいるし。でもグライダーつけてもっと行って、もっと行って。あ、上グリフィン、上グリフィン。左。ファイバーのとこ上グリフィン。もっと左。一発当てグリフィン。そこの崖のとこから上がれるから、崖のとこまで行って、左の。追従で連れて帰ってるわ。左。に行けばいいのね。はい。のちょっと内側に入ったところでやってます。オーケー。わーあ、動いた、全部動いた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、肉食っただけか。トムビーじゃねえか。他のやつ。ナイス。他のやつもやろう。あ、来た。ナイス。で、タレットの方引っ張ろう。了解。敵の拠点の場所20の30。やばい。撃ってます、タレット。オッケー。ヒアでも撃って、はい、もう全部出てきてる。やべ、俺食われる。やられる。うわぁ、やべ、タレット攻撃してる。でも、こう、壊れないですよ。あ、マジ？上からヒアで。誰か？いいですか？食料ないですかね。ちゃんとそれ、高台の方に持ってこないでほしい。ありがとうございます。よし、死んだ。ナイスです。ナイス。血多めのやつ。
コースの左のやつ取りましょう。そっちです。そこであんま打たない方がいいですよ。バイバイ来てる。どうせ俺最後の俺の死体がね、これギガノトに殺されると全部吸われる。掴みました。ナイス。はい、落としました。オッケー、ワイバー撃て、ワイバー撃て、ワイバー撃て。やる。ワンナイス。ナイス。セミシナで撃ってきてます。やれ、あれ、あれつけろ、ニトロ。いやクソ。C4。C4 つけろ。火炎放射器は。ここで弾あれがない。壊れます。いや、よかったんじゃない？いや、十分やったんじゃない？見てる？日本人見てます？ルカ見てるか、おい。ルカ見てます？ルカ見てるか、おい。ダセーな、おい。本部に連絡したもしかして、ちょっとやめてくださいよ。やばい。なんで？なんで？なんで？これをロシア人、ロシア人に差し出すんだ。お前クソこいつこいつはい、ということで、最後まで見ていただきありがとうございます。まあね、最後ね、ちょっとアークの戦争っぽい激しいとかね、なんかちょっとね、かっこいいみたいな戦争の形ではなかったですけど、まあ僕らはね、やれることはやったと、まあ、自分たちでは思ってます。すごい満足でしたね。飛行系の恐竜3匹とタレット1個と C4 が3個ぐらいかな。で、まあ、ティラノが、ティラノはあの時に殺したのが2、3体かな。2、3体。で、その後、まあ、岩下の肉便器っていうリスナーがね、一人でずっと潜入して8匹ぐらいティラノ殺してたけど。そう。で、すごい、まあ、復習はできたんじゃないかなと思います。まあ最後ね、5スターのヌル君っていう NULL ヌルっていうやつがいるんですけど、そいつがね、僕らがずっとチャット欄で煽ってんのに、僕はブリーディングで忙しいから君たちに構ってられないんだみたいなこと言ってたのがね、最終的にチャット欄でファック言いましたっていうほどにね、構えてもらえたんでね、僕は嬉しい限りです。はい、ということで、まあアークのね、ハードコアモードの動画はこれで終わりになるんですけど、今配信とかでもね、アポカリプスサーバーっていう1ヶ月でリセットかかるサーバーをね、やってるんで、そこではね結構ちゃんとした戦争とかやってるんで、それも動画にしたいと思うんで、ぜひそちらも見てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。